ノブケンボーリングの森本です。はい、藤井です。はい、今日はですね、いろいろコメントを皆さんくださるんですけど、はい、まあ、その中でちょっと一つ、気になったというか、これちょっと取り上げてみようかなと思うコメントがありまして、はい、ボールを押すことについての、感覚とか、要はその質問者の方はやっぱボールを押すっていう感覚があまりないけど、それをやっぱボールを押す感覚をつかむためにはどういった練習だったりとかどういった意識をしたらいいんですかっていうコメントがあったんですよ。はい、なんで、今日はそのボールを押すことについてっていうので、ちょっと取り上げていこうかなと。わかりました。はい、やっぱりこうボールを押すっていう、手の感覚をよくする、いい感じに投げてるよっていう時はやっぱみんな手の感覚がいいと思うんですけど、その押すっていうのが、その力を入れて押した方がいいのかとかいろいろあると思うんですけど、基本的にやっぱこうみんなこういい時の感覚っていうのはやっぱこうボールが手でこうしっかり投げてる感覚があると思うんですけど、調子いい時はそれを意識せずにできてる、調子悪くなると大体の人は手で投げちゃうから、やっぱそこの違いっていうかそういうのを説明できたらいいなと思います。じゃあちょっと実践も交えながらお願いします。はい、さあそれでは、はい、ボールを押すことについてですね、ちょっと実践しながら説明をしていきたいと思うんですけど、はい、まずボールを押せてない人の特徴として、やっぱボールがもうドスンと下に落ちてしまうっていうのがまずあると思うんですよ。後ろから動画撮ったりして してもらうと分かると思うんですけど、ちょっとやってみますね。こんな感じのやつですね。これはもう投げた瞬間にもうボールが手から離れて、アプローチに向かって下にドンと落ちてしまうっていうのは、やっぱこれはボールを押せてないですね、これ。はい、で、次に、ちょっとボールを押してみますけど、できてるパターンの方ですね。いきますよ。これ分かりますか？ちょっとこう前にボールが運んでるような感じになる。さっきの下にドンと押したのではなくて、前にこうボールが押せてると思うんですけど、全然違うね、やっぱり。そうですね、これの、意識するポイントっていうのが、僕の中ではもう手ではないんですよ。なるほど。結構ね、みんなこう手で行きがちなんですけど、そうなんですよ、やっぱ手だけで、そう、押す押すと思って、ここだけ、この最後のここだけを意識してもなかなかやっぱスピードも出ないですし、やっぱボールも押しきれないんですよ。で、やっぱ意識するのはやっぱ足です。足が、簡単に言えば体重がしっかり乗り切らないとボールって押せないと思うんですよ。なんで足が最後の足がついた時にどこにこう重心があるかだと思うんですよ。で、これが後ろに残った状態、体が後ろに残った状態だとボールってやっぱ押せないんですよね。これがしっかり前に行った時にボールがしっかり押せると思うんで、ちょっともうこっちもやってみますね。こう結構やっぱこうボールを押す体勢じゃないのにボールで押そうとするから、そうですそうです、やっぱりこう手投げになっちゃう。で、みんな結構多分手投げしてるつもりないけど手投げみたいな、でその教える人もなぜ手投げになってるかっていうところのやっぱこう、理解をしとかないといけないと思うんで、じゃなくてただ単純になんかボール落ちてるからボール押せ押せっていうだけで、じゃあどうやったら押したらいいのっていうところをやっぱしっかりとやっぱ言っていかないといけないかなと思うん で次押しますね。ちゃんと体の重心ですね、これが後ろではなくてしっかり前に乗った状態でボールを押す。この最後の足がついた時にどこに重心があるかっていうのがすごく大事だと思うんですよ。ね、これちょっと歩きながら、体重が本当に前に行ってるか行ってないかだけで、そのボールの落ちる位置自体がかなり前になったり、そうそう、手前になったりするん で、森本プロ結構やっぱこう体の体重移動が前に行く方なん で、ロフトさせてるようにこう見える人もいるかもしれないけど、それ自然に体が前にいるから、すごい言われるんですよ、僕あれロフトしてるのって。そうだよね、言われます。でもあれは自然で、やっぱこう体が前に行っているから先に勝手に離れるっていうあの話なんで、やっぱこう
森本プロみたいぐらい前に話したくて、でも体勢が立っちゃってるのにあそこまで話そうとすると全然うまくいかないんで、やっぱこう体勢が非常に大事だと思います、うんうんうん、じゃあいい方からいきますか、こっちは。じゃあしっかりボールを押すように、まあちょっと普通に僕4歩助走ですけど、ちょっと助走して投げてみますね。うん、これ多分横からこうちょっとスローとかでも流してもらえると分かるんですけど、やっぱこうしっかり体が前にこう重心が前に乗った状態で投げてると、まあ今ぐらいな球を押すっていう感じになると思うんですよ。次できるかな、ちょっと体重後ろに残したまま投げてみますね。どう、まあ、ちょっとこれもスローで流してもらえれば、ちょっと僕も普段が投げない投げ方でやってるんであれですけど、まあでもかなり後ろに残した状態で投げてると、まあボールの着氷点が違うっていうのはだいぶわかると思うんですよね。今のでも、今のだとだいぶ手前にボールが落ちてて、まあさっきの良かったのと比べるとボールがすごくこう良かった方はボールが奥にしっかり運べてますし、押せてるっていう風になると思いますし、うん、今のだと少し手前にボールが落ちてるんで、やっぱ押せてないなっていうのが、まあ、自分でもちょっと感覚的にはあるかなと思うんですけど、結構差が出ますね、ボールの落ちる位置が。もう一回じゃあちょっとしっかり投げますね。じゃあどうですかね、力がね、やっぱこう前に伝わってる、まあそうですね、もうでも本当に僕の場合は手の意識って本当にないんで、今の足のこう本当に体重のかかるポイントだけ意識して投げてるような感じなんで、どうですか藤井プロの場合は手の意識っていうのは、押す時の手の意識ってあるんですか。まあ、僕はやっぱりこう手の感覚をが調子悪いであるんですけど、やっぱこう調子が良くない時は手の感覚がやっぱ良くない。だからといってやっぱこう昔よくあったのは、やっぱりこうさっき森本プロが言ったように、体が起きちゃってるところよりも手の感覚を強めたくなって、やっぱ手投げになっちゃう。やっぱなんとなくスコアにはなるけど、やっぱこう点数にはならないっていうのがあって、僕なんかはそれでやっぱりこう今なんかは調子悪い時ほどこうとにかく前に歩いていくっていう風に、で前に行けば行くほどボールが体がこう引っ張っていくっていうような感覚を強めることによって、手のこうね、こうまあ物がこう引っ張っていくっていう感じで、まあやっぱこう手のひらにより強くしている。それが体が進まずに、あのこう常にこうなんだろうな、引っ張ることもせずに投げようとすると、やっぱ手の力だけになっちゃって、やっぱこう見てると結構そういう人が多いのかなって思ってる以上に前に歩いてないっていうのが正直。プロボウラーは結構ね、やっぱこうバーって歩くんですけど、やっぱこう前に歩いてないとスピード出なくなったり、ボールを押せない、うん、で結局こう回転してたりスピードがあってもボールがこう強くならないっていうのがあるんじゃないかなって思うんで、前に進んでいくっていう体重移動が非常に大事だと思います、はい。まあ、今みたいにちょっとやっぱ横から取るっていうのが、これはすごく大事だと思うんで、うん、どこに自分がボールを離した時にどこに体重が乗ってるかっていうのを、まあ、横からね取れる時は取ってみて、まあ、自分でもちょっと確認できると思うんで、してもらえると、まあ、これがすごく分かりやすいかなと。後ろから撮ってるって正直分かんないですよ。分かんないですね、これは分かんないですなんで、横から正直動画撮る方が結局こうなんだろうな、リリースとかそういうのは正直こう真後ろからじゃないと分かんないんですけど、体重移動がこうちゃんとできて前にボールがちゃんと離れてるかっていうのは横からじゃないと分かんないんで、まあ課題によってはちゃんと横から撮っていった方がいいんじゃないかなって正直思います。で大抵ローダウンとかこう曲げるタイプでスピード出ないっていう人はもうなんかこう手だけでやってるんで、体でボールを引っ張れてないっていう状況がほとんどですね。なので必ず前に前に、まあこの動画を参考にしながらやってもらえたらなと思います。はい、ということでですね、うん、まあ、ちょっとね実践も見てもらったとは思うんですが、そうですね、はい、まあ、ボールを押す、結局こう僕らね、やっぱこうボールが回転して曲がるっていう方が、まあ、ボーリングは正直圧倒的有利だなって思ってる、考えてるんで、
やっぱ皆さんにもそれを理解してほしくて、まあ、特に曲げる系最近やったり回転の方向だったり転がし方やってるんですけど、最終的にはやっぱこう全部組み合わせてほしいんですよ、うん、もう曲げることだけとかじゃなくて、結局リリースできる、回転方向できる、でもスピードがついていかなければ正直多分ね面白くなくなっちゃうし、うんうん、点数にも結びつかないになった時にスピードをどこで出すのかっていうと、みんなね手の力だったりでやると、今度手を振れば振るほどまあそのローダウンの投球ができなかったりっていう風になってくるんで、どちらとにかく体がこう体重が前に行くことによってボールを引っ張ってきてっていうのを全部組み合わせた上でやってほしいなと、うんうんうん、正直僕も、森本プロのそのどっかが一つうまくいかないだけで、やっぱパフォーマンスとしては非常に落ちてしまうのは現状です。なので、まあね、僕らなりにうまく伝えられてるか分かんないんですけど、まあ、僕らが実践していることを皆さんにも、できるんじゃないかなと、うん、僕らプロだから特別何かすごいことをしてるわけでもないんですよ、うんうん、僕らプロだからやっぱ基本に沿って、体重移動だったり、うんうん、体の使い方に、非常にフォーカスしている、はいはいはい、でやっぱそれがなんか調子悪いなっていう時も全然いろんなことやっちゃうんですけど、意外にちょっとしたことだったりするんで、いや僕も本当にいやなんか投げ感悪いなって時、ふとちょっと前傾強めてみただけでそう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 ボール押せるとかっていうのがあったりするんで、やっぱそれも結局つながるんですよね。そうそうそう、前に体が行ってないからボール押せてなくて感覚が悪いっていうわけなんで、本当ふとした方向、本当ちょっとしたところですけど意識するとね、そういうのがね、やっぱこれさっき言ったように横から撮る動画で、変な話、横から見た時に立ってる立った時のこの姿勢が、あ、意外に自分後ろだわ、前だわとかっていろいろあると思うんで、こうじゃなきゃいけないっていうよりかは、こう前重心がいい、後ろ重心がいいとかいろいろあると思うんですけど、どれが皆さんにとって一番こう合うか合わないかなんですよ。僕が良くても誰か合わない人もいるし、うん、でその僕と同じのが合う人もいるしっていうのがあるんで、はいはい、とにかくこれが正しいっていうかはこういうのを取り入れてみて、これはいい、これはダメって自分の感覚に素直になってやってほしいなと思います、はいはいはい、けんちゃんいつもけんちゃんでーさあ、ノブケンボウリング、チャンネル登録お願いします。